梅とか咲くのかね。こっからは多分ちゃんとしたジャタケルートなんだろうね。ね、ただこれ超怖えな。なんか何もないから大丈夫だよ、うん、暑いかい？眠そう寝るこれ下の部分にさ、見えてるからさ、うん、大丈夫だろう。これなんだろうね。行ってみれば。私は疲れるからちょっと今はこれはいいや気になるけど、まあね、ごめんな、書いてる登るときはちょっと疲れちゃうな、うん、あれ、なんかやってる？大丈夫だよね、いけるよね、うん、あ、なんか人間だって言ってる、すげえ豪邸。あ、それはあるかも。雪積もる？え、積もるよ。あ、積もるね。だからここってあれだよ、雪登山の電車の通りで下がるんで、はあはあ、低いから。なるほどね。でも雪の積もった稲荷山すごい綺麗だけど、はあはあはあ、なんか本当にそんな人気ないよね。人気ないっていうか歩いてるしないよね。
車来そうで、ふーっと。ああ、使った方がいいと思うよ、無理。うん、きつそうだった。どうぞ。無理は足なので。うん。あ、大丈夫大丈夫。ポケットに突っ込んでくれ。大丈夫そう。でもなんか凍らしたペットボトル入ってるから、うんうん、涼しいであろう、多分。ありがとう。これ怖え。まあね、アクロはでもちょっと今日危険だな、これ。今日はいいよ、すごい滑ると思う、これ。でも蛇滝もすごい好き。うん、まあ、蛇滝もちょっと若干滑るから油断できないけどね、うん、あの蛇滝も、うん、滑る時もあるからね。ありそう。まあそこもあるのない山だからな。まあね、うん、こういうの好き。こういうなんかチロチロ流れてるの。ああ、目線で立ってみれば。実況実況。実況って。見てるのかな。あ、冷た。なんか冷え冷たさだよね。うん。ふわーって感じで冷て。羨ましいな、その冷たさ。ね、同じ東京なのに。山だから違うよね。これあれか、台風の影響。これすごいね。まあそういうことだよね。これがこうガシャーンって、まあこの道のところに来なくてよかったなってのあるけど、うん、うん、結構被害食らうよね、台風の。私、爪が長いから、自分も緩いから危ないよ。まあね。